戸塚区役所通信。今回は戸塚区役所保険年金課国民年金係の酒井久美子さん、保険係の神奈美清子さんにお越しいただきまして、年金や健康保険の手続きについてご案内いただきます。退職や就職、お引越しなど身の回りに変化があると、年金や健康保険の手続きもいろいろしなければなりませんよね。そうですね。まず会社を退職した時ですが、年金については退職日の翌日から国民年金の1号被保険者に種別が変更になります。退職日の分かる書類、例えば離職票などをご持参いただければすぐ手続きできます。また年金手帳があれば手続きの時間が短縮できます。扶養している配偶者のいる方はその方の年金手帳もお持ちください。はい、そうですか。そして健康保険の手続きはいかがですか？はい、お勤め先の健康保険から抜けた時には、保険の資格が切れた日付から国民健康保険に加入していただくことになります。保険の資格が切れた日付からということは、退職後に加入の手続きに区役所に行くと、前の保険資格の切れた日から加入するという扱いになるということですね。はい、そうなんです。国民健康保険の加入の手続きには、まず元のお勤め先から社会保険の資格喪失証明書という書類をもらってきてください。それと免許証などご本人確認ができるものと手肉で押す印鑑が必要です。それから勤め先の都合で退職することになった方は、雇用保険受給資格者証もお持ちください。この雇用保険受給資格者証、これはハローワークからもらうものですよね。そうですね。国民健康保険では勤め先の都合で退職した方で一定の条件を満たす方は国民健康保険料を軽減できますので、その確認をさせていただきます。そういった軽減をしていただける場合もあるということなんですね。はい。保険証は窓口ですぐ発行してもらえるんでしょうか？保険証は住所確認のために郵送することになっています。すぐ病院に行きたい場合は受領証という保険証の代わりになる証明書を窓口でお渡しできますので、お申してください。はい、わかりました。じゃあ保険証は送っていただけるということですね。では続いて、就職した時はどういった手続きが必要でしょうか？はい、年金については特に手続きは必要ありません。ただ共済組合に加入された場合は、新しく発行された健康保険証などをご持参の上、変更の手続きをお願いいたします。健康保険の手続きはいかがですか？就職して職場の健康保険証をもらった時には、国民健康保険の脱退のお届けが必要です。あ、そうなんですね。自動的に勝手に切り替わってくれるものではないんですね。はい、手続きが必要です。新しい健康保険証と国民健康保険証の両方と、ご本人確認できる証明書、手肉で押す印鑑をお持ちになって、忘れずに届け出てください。はい、いろいろな今、ものが必要だなというお話もありましたけれども、新しい健康保険証、国民健康保険証の両方、そしてご本人確認ができる証明書、印鑑と、ね、忘れずにお持ちいただきたいと思います。で、保険料はどうなるんでしょう？国民健康保険料は新しい健康保険に移った前月分までになりますので再計算します。再計算していただきすぎが出た場合には後日になりますが、ご返金いたします。そうなんですね。国民健康保険証を返すまではそのまま使っていても大丈夫ですか？いえ、職場の保険に移ったら国民健康保険証は使わないでください。もし使ってしまうと、かかった医療費のうち国民健康保険が負担した額を後日ご本人に返金してもらって、ご本人から職場の健康保険に請求し直してもらうという厄介な手続きが発生してしまいますので、ご注意ください。あ、なんかすごい今お話を伺っていただけで、とっても面倒が発生しそうな感じですね。じゃあ、それまでに使っていた健康保険証は使わないということをね、皆さんも覚えておいていただけるといいかと思います。そして職場の健康保険に移ったら、病院に行くときには新しい保険証を持って、国民健康保険証は早く区役所に返す、これをね、しっかり心がけていただきたいと思います。
ところで職場の健康保険の扶養家族になれるのはどのような場合でしょうか。原則として向こう1年間の見込みの収入金額が130万円未満で、職場の健康保険の加入者の収入によって生活している方は扶養親族として認められます。60歳以上の方や障害者の方の場合には見込み収入が180万円未満まで認められます。扶養に認められた方については、職場の健康保険では保険料がかかりませんので、可能性がある方はお勤め先で確認することをお勧めします。あ、そうなんですね。扶養の方は健康保険料がかからない、職場の健康保険では保険料がかからないということですから、これ可能性がある方は必ず確認していただくことを忘れずにしていただけるといいですよね。はい、わかりました。それでは続いては、引っ越しした場合なんですけれども、引っ越しされた場合にも必要な手続きがあるかと思いますが、どういった手続きが必要になっているんでしょうか。はい、年金は横浜市内に引っ越された場合、新しい区で転入届をする際に年金の転入の手続きをお願いいたします。その際、年金手帳をご持参ください。また市外に引っ越しをされる場合、戸塚区役所の年金窓口にもお寄りください。引っ越しする際のご説明をさせていただきます。なお、年金を受給されている方の年金受給の住所変更は年金機構で処理いたしますので、区民の皆様は何もなさらなくて良いことになっています。はい、ということは、市内の場合にはもう行き先、行った先の区で手続きをすればいいと。その通りです。市外に行く場合には戸塚区役所、今住んでいる戸塚区役所に手続きをしてから出ていくと。ご説明をさせていただくような形なんですが、戸塚区役所の方はただこのご住所が変わったというお届けだけをお受けするだけで、今度新しいところに行かれる場合に、そちらでご住所の変更をしていただくためのお手続きのご説明をさせていただくだけということになります。なるほど、そうですか。なんでぜひね、これもチェックしていただきたいと思います。そして、健康保険についてはいかがですか。国民健康保険に加入している方は、横浜市内や区内で引っ越したときは、まず転入先の区役所の戸籍課で転入届、転居届を出した後、保険年金課保険係の窓口へ国民健康保険証を持ってお越しください。新しい住所の保険証をお作りします。横浜市外へ引っ越すときには、戸塚区役所の戸籍課で転出届を出してから、保険年金課保険係の窓口へ国民健康保険証を持ってお届けください。国民健康保険のお届けは、異動があった時から14日以内にお届けしていただくこととなっておりますので、お早めにお願いいたします。はい、健康保険、国民健康保険についても、市内の場合はまずその行った先に手続きをする、はい、ということでいいでしょうか。はい、その通りです。で、市外に行く場合には、一度やはり戸塚区役所、今住んでいる戸塚区役所の戸籍課で引っ越しますっていうお知らせ、そして保険年金課の保険係の方に、保険証を持っていく、それから移動先の手続きをするということですか。はい、はい、その通りです。はい、しかもですね、14日以内ですよ、はい、これ重要ですね。はい、できるだけ早くお届けしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、今年度から国民健康保険料の計算方法が変わるとも聞きましたけれども、どのように変わるのでしょうか。平成24年度までは、国民健康保険料の算定は市民税をもとに計算しておりましたが、平成25年度からは所得金額をもとに計算する方法に変更されます。詳しい内容については広報横浜5月号でもご案内するほか、国民健康保険にご加入している各ご世帯にはダイレクトメールで制度のご案内をお送りしております。また具体的に今年度の保険料がいくらになるかについては、6月中旬に各ご世帯にご通知をお送りいたしますので、それまでお待ちください。はい、ということでね、少し計算方法が変わるということですから、皆さん詳細をそれぞれ確認していただければと思います。引っ越しや就職、そして退職など環境が変わると、ただでさえいろいろと慌ただしく、いろいろと大変かと思いますけれども、年金や健康保険の手続きも忘れないようにしないといけないですよね。
今日は保険年金課国民年金係の坂井久美子さん、保険係の神奈美清子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。